で息を細く長く吐いてください。ふー、この肋骨の動きを良くしてですね、呼吸を深くすることによって皆さんどんどん健康になっていきますので、ぜひやっていただきたいと思います。はい、こんにちは、ゴッド&通信の関野です。今日の動画は、呼吸が深くなって健康になる、首でもできる一石二鳥の肋骨矯正方法を紹介していきたいと思います。肋骨を調整してる先生って多いんですかね。結構見落としがちな場所だとは思うんですけれども、この肋骨のところの動きが悪くなることによってですね、呼吸が浅くなります。で、呼吸が浅いと、疲労が回復しなかったりします。だから慢性疲労症候群みたいになったりするんですよね。だからね、この肋骨の動きを良くしてですね、呼吸を深くすることによって皆さんどんどん健康になっていきますので、ぜひやっていただきたいと思います。でちなみに今回狙っていくのが、この肋骨の下部のところをやっていこうと思います。で下部のところが広がってくると、まあ、女性で言ったら例えばアンダーが広いみたいな感じになって、このくびれがなくてズドンとした体型になってしまったりするんですよね。だからここの幅を狭くすることによって、ちょうどウエストがキュッという風に細く見えたりしますので、女性の患者さんも喜びますので、ぜひやっていただきたいと思います。それでは早速やり方を紹介していきたいと思います。はい、そしてやり方紹介する前に、ちょっと模型を使ってですね、お話ししていきたいと思います。で今回ですね、手を当てて患者さんに呼吸してもらうだけというね、すごい簡単なやり方なんですけれども、この手を当てて少し圧を加えるんですけど、その方向が大事です。はい、なので先にその方向を言っていきたいんですけれども、皆さんこの肋骨の模型を見てください。はい、で肋骨の方向に対して手を当ててテンションをかけていくんですよ。だから真横とかっていうわけじゃないんですよね。この肋骨なんで、なんていうんですか、斜め上っていうんですかね、斜め上のこの肋椎関節、ここを狙って圧を加えていきます。で後ろ側だけじゃなくて前側もやっていきますので、前側はこのように胸肋関節、胸椎についてね、胸肋関節っていうのがありますので、胸肋関節に対して圧を加えていく。だからこの斜め上方向っていうんですか、はい、斜め上、ちょっと横向きでやるので斜め上かどうか分かんないんですけれども、ちょうど患者さんのこの頭に対して斜め上方向に圧を加えてやるようにしてください。この方向はすごく大事ですので、先にお伝えしておきます。あとごめんなさい、もう一個注意点としてですね、肋骨、まあ、やる患者さんによるんですけれども、例えばご高齢の方の患者さんに対してやるときとか、結構脆い、ね、肋骨自体がもう脆くなっちゃってる患者さんもいます。はい、だから力加減っていうのは絶対に強くしないでください。手を乗せて軽く圧を加えて呼吸をしてもらうだけなので、グッて絶対に押さないでください。ポキっていっちゃいますからね。だから手を乗せたその重みで調整するってことを頭に入れといてください。それではやり方を紹介していきます。はい、そしたらやり方紹介していきます。患者さんはですね、このように横向きで寝かせてください。でまずこの背部背中の方から調整をかけていくんですけれども、まずこちら後ろ側の方に立って、自分のこの外側の手ね、外側の手を患者さんの横に当ててください。でこの時に今回下部をやっていきますので、肋骨の一番下の部分ですね、下の部分にこの手根部が当たるようにしてあげてくださいね。はい、で今度は反対側の手でこのまた肋骨を触っていって、肋骨の一番下のところですね、下のところに手を当てます。でこの時に上の手横を押さえている手はこのまま真下に軽く、手の重さでいいですよ、押す必要はないですからね。皮膚の遊びをとって骨に接触して手を重さを加えていくだけで、反対側の手はちょうど斜め上の方向にね、分かってね分かってくださいね、斜めの方向にちょうどこの肋椎関節を狙って皮膚の遊びをとって接触をします。でこの時に患者さんに深呼吸をしてもらいます。息を吸ってで吐きます。ふー、はい、まあ要はこれを繰り返しただけなんですけども、ちょっとポイントを言っていきます。で息を吸ってって言った時に肋骨が広がろうとします。こんな感じで広がろうとします。でこの時はこの肋骨が広がろうとする動きを止めてください。まあ、手の重さを加えていくという形ですね。手の重さを加えて止めていく。 OK?
押し返す必要はないです。カウンターパンチする必要はないです。こういう風に上に来た時に止まれっていうだけです。止まれって、広がらないように止めてくださいって感じですね。で、息を吐きます。ふーっと吐いた時っていうのは肋骨が狭くなろうとします。狭くなろうとしますので、その狭くなろうとする動きに対して手はついてってください。ですか？だから風船がしぼむイメージに対して手をぐーっと縮めていく、こんな感じです。 OK。 広がろうとする時は止めます。ふーっと吐いて、肋骨が狭くなろうとしてる時にだん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 こういう風に小さくなるように手をついていくような形ですね。無理に押さないでくださいね。さっきも言いましたけど、押すと折れますから、脆い人は。だ、手がついていくようなイメージです。で、吐き切ったらまた息を吸います。吸ったら、また広がろうとするので、それを止めてください。で、また吐いてって言ったら、ふーっと吐いていったら、だん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 小さくしていくイメージです。OK？ さあ、ちょっともう一回いきますよ。で、この時に息を吐いてって言った時に、できる限り患者さんに、細く長く吐いてもらった方が効果は高いです。ふーっていう風にね、適当に吐くんじゃなくて、ふーっとしっかりと吐き切ってもらうことがポイントになりますので、先に声かけをするようにしてください。ではもう一度手を当てます。皮膚の遊びを取って肋骨の横に接触で、背中側のところの肋骨、皮膚の遊びを取って接触、肋骨椎関節に対してテンションをかけていきます。これで息を吸います。吸って、で、吸って時は止めてます。止めてるままね。で、息を細く長く吐いてください。ふー。で、肋骨が狭くなってくるのに対してくっついていく、くっついていく、くっついていく、そんな感じです。そんな感じで、吐き切ったらまた息を吸います。で、で、広がろうとするんで止めて、で、吐きます。ふーと言ってどんどん狭くしていく、こんな感じです。 OK？ 映像じゃね、何やってんだか分かんないと思いますので、私のリアル実況解説付きでですね、今やっております。さあね、今度反対側いきますね。今度胸肋関節をやっていきます。で、胸肋関節の時も術者の立ち位置変えた方がやりやすいです。で、今度はね、またこっちの手、こっちの手で肋骨の側面、これはさっきと同じです。押さえる場所で、今度は前側ですね。前側のところも肋骨の下の部分ですね、この胸郭の下の部分に接触してあげて、また胸肋関節に対して圧を加えていきます。で、やることは同じです。また息を吸ってって、吸って膨らんできた時に止めてください。で、ふーっと細く長く吐いてもらった時に対して、狭くなってきますので、それに対してくっついていく。で、くっついてって、圧、テンションをかけてはいるんですけれども、その方向がこの胸肋関節ね、胸肋関節に対して圧を加えていくやり方になります。 OK かな。じゃあちょっと1回だけやってみましょうか。皮膚の遊びを取って接触で、前面の肋骨も接触。はい、これで1回息を吸って、で、吐きます。ふーっと吐いて、くっついていく、くっついていく、くっついていく。ふー、はい、 OK。 これをですね、繰り返しやってみてください。まあ回数のところはね、私特に決めてなく3回4回5回ぐらいはやっています。で、これをやることによって、この肋骨のところが狭くはなってきて、また呼吸がね、深く入りやすくなります。だからビフォーアフター見せるときは、患者さんにやる前の深呼吸とやった後の深呼吸で差を見比べたりとかね、そういうふうにはやっていますので、ぜひやっていただきたい。で、あとまたこれね、ちょっとポイントとして、特に男性の先生注意してもらいたいんですけれども、この胸肋関節やるとき、どうしてもまたね、バストに近い部分になりしますので、気をつけてねってことです。はい、セクハラしないでねってことです。手が間違って当たる可能性もありますので、必ずね、このお腹の部分から接触するようにしてください。あとは患者さんにね、この肋骨のところ触りますからねって、最初に先生がどの辺触るかアナウンスをしてください。そこから許可を取ってから必ずやるようにしてくださいね。はい、そんなわけでですね、肋骨の矯正方法は以上になります。はい、お疲れ様でした。今日はですね、呼吸が深くなって健康になる肋骨の矯正方法を紹介していきました。まあ、手を当てて患者さんに深呼吸をしてもらうだけという超簡単なやり方にはなるんですけれども、いろいろコツがありますからね。手を当ててテンションをかける方向だとかね、力加減だとか、まあそういったところ、ポイントにはなりますので、動画を繰り返し見てやってみてください。これは本当に肋骨怪我させてしまう可能性があったりとか、
あとはね、異性の患者さんに対してのセクハラ問題がね、起こりやすい施術にはなりますので、必ず注意をして、必ず許可を取ってやるようにしてみてください。はい、それでは今回の動画は以上になりますけれども、今回の動画が役に立ったという方は高評価ボタンを押していただきたいのと、質問やリクエストがあったらぜひコメント欄に記入をお願いいたします。はい、ゴッド&通信ではこのような整体のやり方であったりとか、ご自身でできるセルフケア紹介していますので、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。はい、それでは今回の動画は以上になります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。